おはようございます。3月1日第250回ポコナカワイの金魚ラジオになります。なんか250回をね、あの記念すべく、ね、最初からこのすごいね、墨の主分金を映せることができてとても嬉しい限りです。昨日の夜動画を上げさせてもらったんですけど、まあ、夜と昼でまた違うと思うんでね、あの見ていただけたらと思います。で、尾もね、あの綺麗にハモっていますね。その辺のね、あの、まあ、主分金コメットのその尾の問題っていうのがあると思うんですけど、そこをね、あのどういう風にすれば、ね、あの見栄えが良くなるか、横身でね、あの垂れないようにするにはどうしたらいいかっていうのをいろいろちょっと教えてもらって、まあ、今まで僕が聞いてた話とはね、全然違うあの情報なんですけど、まあ、これはちょっとね、あの僕の方から言っていいものなのかわからないんで控えますが、まあ、そういうね、買い方をしてるんで、あの土浦さんに入った主分金覚えてる人いるかどうかわかんないですけど、まあ、11月ぐらいかなに、あの土浦さんの動画でね、で、あの社長がすげーっていう風に言ってる動画なんですけど、あれの主分金もね、尾がやっぱりすごいしっかり張ってるんですよね。なんで、まあ、そこがやっぱり豊さんのあの飼育技術の凄さだなって思うんですけど、なんで、まあ、そこら辺があるから、なんていうんですかね、バリッとした個体、ね、こういう魚が、出てくるんだなと思います。まあ、ある程度いろいろ質問とかされたんですけど、アップ画像とかで見ていただくとね、まあ、何がどういうことでどういう風になってるかっていうのは若干わかる方もいらっしゃるとは思うんですけど、なんで、まあ、その辺のね、あの情報は、まあ、内緒です。まあ、僕もちょっとそのね、あの自分でやってみて自分でできるものなのかっていうね、ところも含めてやっていかないといけないのかなと思っていますん で、 で、まあ、今後ね、そういうので、まあ、何か情報が出せることがあればっていう感じです。一応一晩経ってね、落ち着いてる状況で、まあ、もう数日ちょっと糞を見るとね、あの苔の糞をしてるんで、もう数日はちょっとこのまま様子を見て、でそれからね、状況見て餌をちょっとずつ両消化からあげていってみようと思ってます。まあ、ちょっと狭い水槽であれなんですけどね、一応トリートメントっていう感じとか、まあ温度差がすごいんでね、そこをちょっとうまくやらないと調子崩しちゃうと思うんで、ちょっと耐えてもらうしかないと思うんでね、その間1週間程度は、まあ、様子を見ようと思っています。ね、こんな感じでね、あとは土浦さん昨日行ってきて、あのまた中国金魚ね、すごいのが入ってたんですけど、よいしょ。で、あの丹鳳と花房ね、あとここ最近で見る限りかなりね、上物だったと思うんですよね。丹鳳も、まあ、僕買ったのも尾が閉じちゃってて背中もちょっと微妙なやつだったんですけど、今回入ってたのはね、結構背なりも良くて尾開きもいいやつだったんで、あっという間に売れてしまったみたいでね、昨日の段階でもう目のうの花房が1匹残っているだけっていう状況でした。ね、キャリコ花房もかっこよかったですね。まあ、売れちゃってたんで手の出しようがなかったんであれなんですけど、まあ、僕ん家で買えるかっていうと、中国金魚今新たに入れるところはね、ちょっとないんでね、まあ、そう考えると難しいところだと思ったんですけど、やっぱり中国から直輸入してるっていう感じでね、で、自分のところでD さんがね、しっかり、まあ、今中国渡れないんで動画でしっかり選別してね、送ってもらってるんで、やっぱりクオリティが高い魚がね、多いと思います。で、その割には値段はね、まあまあ、お手頃な感じなんで、丹鳳とか花房なんてびっくりするぐらいの値段でしたね。え、そんななんですかっていう感じだったんで、まあ、また次のね、輸入に期待したいなと思いますよね。中国金魚もね、一応は全然あれなんですけど、まあ、やっぱりいい魚見ると欲しいなって気持ちが湧いてくるのは、まあ、どうしても金魚好きのね、常なんでしょうけど、あとは埼玉の魚がね、結構入ってたんですけど、ちょっと動画を全然撮らないで来てしまってすいません。志村さんの魚がかなり入ってると思います。で、結構まだ全然残ってるんでね、まあ、気になる方はぜひ、チェックしてみてもらえたらいいのと、あと豊洲さんの、ね、魚が愛好家さんの、ね、育てたやつがね、何匹か入っていたんで、
まあ、とりあえずその魚ね、なかなか入手しづらいと思うんで、まあ、気になる方いたら、ね、早めに手を打っていただいた方がいいのかなと。まあ、冬なんでね、どうしてもちょっと餌がね、そんなにすごいあげてない状況だと思うんで、餌をいっぱいね、暖かくなったら食べさせてあげてやればかなり綺麗な感じになると思いますんで、気になる方はね、早めに、どうしてもやっぱりその、もう前、まあこうやって言うと煽ってる感じになっちゃって申し訳ないんですけど、やっぱり数がいないものなので、迷っちゃうとね、もう次の人が決めちゃうみたいな感じに正直なってるんですよね。まあそれはやっぱりその、なんていうんですかね、供給と需要でね、供給側がね、少ないと、需要がね、多いのに供給が少ないと、やっぱり、そこは買えない人がいっぱい出てきてしまうわけでね、だこればっかりは本当、どうしようもないわけなんですけど、だそこでね、まあ、それがやっぱり値段に反映してきたりとかね、買いづらさに反映してきたりとか、ただ、豊洲さんの魚はね、まあ、豊洲さんは、めんどくさいからっていう理由もあると思うんですけど、オークションで出してないんで、お金でね、最終的に上積みすれば買えるというわけではないので、まあ、僕は一回ね、ちょっと本気のね、すごいやつをヤフオクに出してね、いくらつくのかっていうのを見てみたいんですけどね。サイズ的なものも色もそうだし、やっぱり全然、ね、買ってる値段安いなって思う魚結構いるんで、下手したらすごい値段がつくのかなと思ってやってみたいんですけど、まあちょっと そこはあんまりやりたくないっていう話をしてたんで、まあ、僕自身も、まあ、そういうのはね、興味はあるんですけどね、ただいつかその賞を取った魚で出すからっていうのは、そういうのはちょっとやってみる価値があるのかなと思ったりしてます。なかなかね、難しい話ですけど、まあ賞を取るのは多分豊洲さんなんでね、全然賞を取ってしまうと思うんですけど、ただオークションに出すっていうのはね、まあさまざまな問題で、特に人気がありすぎるんで、逆にちょっとね、どういうことになってしまうのか怖いよねって話もしててっていうところです。なんでまあ興味はあるんですけどね、難しいなって、で本当ね、ここ1年だ、ちょうど1年ぐらいかな、豊さんの知り合って多分1年ぐらいなんですよ。で1年間まあ追っかけてみて分かったことは、まあ、まだまだそこが見えないなっていうか、まあ、全くわからない部分がいっぱいありすぎて、どういうことになってるんだろうっていうふうに思うんですけど、いつも。で、今回もね、主分菌が出てきたんで、多分見たことはある記憶があるんですよね。ただ、水槽に入っちゃっててって感じだったんで、いや、黒い主分菌いるなと思ったら、やっぱりその、あげてもらってね、見ると、ね、全然違います。まあ、違うっていうか、インパクトがね、すごいですよね。いや、衝撃的な、また久しぶりに、まあ、久しぶりでもないな、結構衝撃毎回受けてるんで、あれなんですけど、今回のは、まあ、その中でもかなり、多分豊錦の次ぐらいに衝撃を受けたんじゃないですかね。まあ、自分家に来た魚で言うとですね、それぐらいの迫力があったんで、主分菌、そう、どうしてもやっぱ尾が垂れてきてしまうのが僕は気になってあれだったんですけど、まあ、そうならないようにするっていうね、やり方をちょっとね教わったんで、まあ実践していきたいと思っております。という感じで、まあ、本当に豊さんがね、多分10位って教えてくれたとして、僕はみたいな凡人が理解できるのは1か2ぐらいだと思うんですよね。なんでそこが多分その、まあ、長年やってきたものと、金魚をそこまで、ね、熱中してできるっていう才能ですよね、の差なんだと思うんですよね。まあ、それが何年、30、40年ぐらいやってるってことなんで、まあ、40年の経験とその、ね、情熱と、ね、その才能にで40年間やったって考えると、まあ確かにそうですね、勉強を40年間必死で やり続けて手抜かないでやってたらすごいことになると思うんで、まあ金魚でいうところの、まあその長物だったり、こういう魚、まあアルビノ赤目、まあ丸いのもやってるしって感じなんですけど、面白い金魚を作ることにかけてはやっぱりすごい天才なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。
なんで本当話を聞けば聞くほどね、叶わないだろうなっていうのは、もう僕の年からじゃ無理でしょうね。僕のせがれぐらいからね、本当小学生とかの時から仕込まれたら、もしかしたら超えていくことは可能なのかもしれないですけど、っていうふうに思うぐらいですね。っていう本当、話を聞いてると衝撃的でした。なんでまだまだね、これからいい魚、そして2022年も新しいタイプの魚を取るっていう話をしていたんで、皆さんを楽しませてくれると思うし、僕自身がね、とても楽しんで、本人もすごい楽しんで作ってるんだと思うんですよね。何がすごいかっていうと、やっぱりその魚を作って自分が楽しいっていうところなんだと思うんですよね。魚が好きだからそこに尽きるんですよね、いい魚が作れる。だから本当に今年も楽しみで仕方がありませんという感じで、昨日も衝撃を受け、また衝撃をすぐ受ける日が来るんだろうなと思っている感じです。忙しくなってしまう日が近くなってきましたが、それまでちょっとね、体を休めてもらって頑張っていただきたいと思います。ということで今日はこんな感じです。ありがとうございました。